修営女学園マリア様は見てる。現在コバルト文庫から刊行されているマリア様が見てる、スールのちぎりを結ぶことによってできる乙女たちの絆を描く、テレビアニメにもなったり漫画化もされている大人気作品です。はい、ごきげんよう、スールの皆様。今宵も告白のお時間がやってまいりましたよ。さあ懺悔をなさい、シスターたつ。では今日の迷える子羊からのお便りを読んでください。はい、神父様、今日も迷えるスールがいらしております。まずはこちら、京都府にお住まいの諏訪部さん、めっちゃ好きやねんさんからいただいた懺悔でございます。神父様、シスター、ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。私は昔からトマトが大嫌いで、小さい頃口に入れたらトマトを洗面所に捨てました。そしたら親に見つかってすごく怒られました。今も弁当に入っているとどうしても食べられないので友達にあげています。神父様、シスター、こんな私を導きください、とのことでございます。なるほど、はい。まあ、好き嫌いはね、はい、誰にでもあるものですし、そうですね、それは別に私はね、はい、いいんじゃないかなと思うんですよ、はい。私もあの納豆が大嫌いですけどもあ、そうなんですか。あ、まあ、全然食べ物ではないのでね、まあ、あれ、まあ、嫌っているんですけれども、はい、まあ、世の中にはね、マニアな方が召し上がったりするらしいんですけど、はい、マニア、まあ、トマトでね、取れる栄養素っていうのは、はい、まあ、他の食材でもね、はい、取れると思うんですよ。ほう。無理に食べる必要ないと思うんですよ。私はね。嫌い推進ですか。うん、いいんじゃない、他で補えば。ああ。最近サプリメントとかいろいろいいものもね、あるんでね。現代的な発言ですね。はい。私はそう思うけど、シスタータツはいかが？僕はなんかいろいろ試してみて、こう食べれる方法を探してみるっていうのもいいかなと思って、お塩をかけてみたりとか、ほう、そういうのでなんかちょっと味が変わるっていうのも言われますし、ドレッシングをかけてみるのもよしだしとかも言いながら、ほう、はい、そうやって探すのもええかなと。なるほどね、はい。さすが何でもよく食べるシスタータツ、ね、はい。どんな玉でも打つシスタータツならではの素敵なご意見だと思いますね。ごめんなさい、たまって聞くとなんか他のことばっかりは思い浮かべる。僕はもう本当に汚れています。あー、テーブルが、テーブルが、まあ、それはさておき、はい、まあ、あの好き嫌いね、はい、まあ、あのでもこうトマトを作ってくれたね、はい、あの方とかのことを考えるとこう、ね、口にしたの捨てたら良くない。そうです。だから祈りなさい。さすれば御霊も救われましょう。アーメン。それでは次の迷える子羊からのお便りをご紹介してください。はい、神父様、はい、続いての迷える子羊は千葉県にお住まいのペンネーム果汁 0.05% さんからの、懺悔でございます。はい、神父様、シスター、こんばんは。こんばんは。こんばんは。先日の深夜のことです。私がふと起きると父の部屋から怪しげな声が聞こえてきました。覗いてみると父はエッチなビデオを見ていました。そこで私は、母ちゃんに言われたくなかったら口止め料をよこせ、と言って父から3000円取っちゃいました。神父様、シスター、こんな私をどうかお導きください。はい、父ダメだね。そうですね、うん、こんな娘にね、そんなビデオ見てたところでこんな弱み握られちゃうなんて思っちゃう方が間違いですから、まあ、開き直っちゃうぐらい。そうそう、お前も見るかぐらいのことを言うぐらいの か, あ、でも未成年だとダメね。そうです、17歳だとダメね。ダメですよ、見ちゃダメだ、ね、はい、見ちゃダメ、ダメ絶対みたいな感じでね、はい、でもお母ちゃん怖いんかね。そうでしょうね、この感じで言うと、うん、なんか素直に渡した感がありますもんね。あ、でもどうなんでしょうね、こう、はい、やっぱりこう自分のこの彼氏だとか旦那さんとかね、はい、がアダルトビデオを見てたら、はい、やっぱ嫌なのかな、女性は。あ、やっぱ私で、あっと迷いが見えるよ。君の目の奥に迷いが見える。何を言おうとしたの今。私で我慢しといてみたいな。あ、我慢なの。なんだかね。まあでもいろいろっていいと思うんだけどね。でもこのお金をせいはいかんよ、はい、うん。まあでもこれはね、ちょっとじゃあお小遣い足りなくなったら、はい、夜こう、そのテレビのある部屋張ってたらいいよ。あ、お父さんがいつ来るかな。そろそろじゃないか。罠を張っといてね。あら、怖い。ガラッ、にゃ。あみたいな、ね、うわ嫌な家庭。そうですね。でもまあなんかそこである種の親子のコミュニケーションつうの、秘密共有みたいなんで、はい、お父さんとね、はい、娘の会話が増えたらいいなとは思いますけどね。そこでですかね。うん、まあね、そう。
まあ、はい、でもこれ良くないからね、はい、お父さんの趣味を奪わないように。そうです。うん、お金とか取っちゃダメよ。はい、3000円は今度来年の父の日にその分返しなさい。そうですね。はい。というわけで祈りなさい。さすれば御霊も救われましょう。アーメン。あなたの心にしまってある懺悔、まだまだお待ちしておりますわ。全部言ってしまえば、きっと楽になりましたよ。マリア様はいつでもあなたたちを見ています。アーメン。